日米共同訓練が近年増える中、中国海軍の動きも活発化している。そんな中、遼寧や山東空母の動きが読めてきた。今回、この中国空母について詳しく見ていきます。毎年のことだけど、春から夏前まで動き出している。南シナ海や極東をぐるぐると動き回っているが、一番は台湾への圧力でしょう。2021年11月、一頃に比べれば、中国軍の大きな動きは少なくなり、就役している遼寧及び山東の2隻の航空母艦に限って考えれば、かれこれ半年以上前に軍事演習への参加が確認されて、以後は露出が減っている。遼寧は旧ソ連のアドミラル・クズネツォフ級航空母艦2番艦で未完だったワリャーグを、これを受け継いでいたウクライナから中国の企業がレジャー施設としての使用を名目に1998年に入手したのが始まりだ。以後2002年に大連へと移された遼寧はレジャー施設とするという名目は、どこへやら2008年になると中国海軍がこれを整備し、自国の航空母艦として就役させる方向を打ち出し、改修工事が進められていった。当初より練習用の航空母艦として改修工事が行われた遼寧だが、2011年8月に改修工事は完了し、翌2012年9月に複数回に及ぶ公試運転の後に、ついに中国海軍が保有する1隻目の航空母艦として就役するに至る。この後、遼寧は2016年頃より艦隊行動を本格化させており、遼寧を中心として駆逐艦フリゲート艦等を随伴させた艦隊で、徐々に遠洋へと姿を見せ始めるようになり、空母打撃群の編成の準備と考えられた。例を挙げれば、2016年12月に遼寧は 052D 型訓民級駆逐艦1隻、052C 型乱襲級駆逐艦2隻等とともに、東シナ海側から渡海峡を通過して西太平洋へと初の進出を行った。以後も遼寧は2018年、2019年、2020年と毎年1回、4月から6月にかけて宮古海峡をはじめとする日本の周辺海域を通過しての往路太平洋方面、復路、東シナ海への艦隊での航行を繰り返しており、その度に大きくマスコミに報じられる。今年2021年4月上旬にも、遼寧を中心とする艦隊は中国海軍の最新鋭の055型南昌級駆逐艦等を伴い、宮古海峡から西太平洋に進出。アメリカ海軍のアーレイバーク級駆逐艦39番艦マスティンが並走するなど話題となった。この後4月下旬には、遼寧の艦隊は沖縄と宮古島の間を通過して東シナ海方面に航行しており、これを海上自衛隊の護衛艦や哨戒機が追尾監視を行い、遼寧から発艦したヘリへの航空自衛隊戦闘機のスクランブル発進も行われた。翌2021年5月上旬には、遼寧をベースとして中国海軍が国産化し、2019年末に就役させていた航空母艦山東も南シナ海で軍事演習を行ったと中国側が発表しており、同海域で航行の自由作戦を続けるアメリカへの牽制だと見られる。冒頭でも述べたように、今年2021年はこの4月の遼寧、5月の山東のこうした活動以外続報が聞かれず、これらの中国海軍航空母艦が何らかのトラブルに見舞われている可能性も指摘されているが、理由は定かではない。ただし、よくよく遼寧や山東の近年の行動を見てみると、その年の4月から
6月に、すべての対外的な行動が集中していることが見て取れるため、そこに、何らかのヒントが潜んでいるように思えなくもない。個人的には、現在の中国海軍の運用能力では、遼寧や山東等の艦載機や随伴している駆逐艦やフリゲート艦等の艦隊行動は、これを一度行った後に、維持、メンテナンスに、かなりの時間と要しているのではないかと感じる。そもそも、アメリカ海軍であれば、10万トン超級の大型原子力航空母艦を、主力に3つ級で10隻、最新鋭のジェラルド、R。フォード級で、1隻の合計11隻を就役させているが、無論全艦が揃って、稼働状態にあるわけではない。これら11隻のアメリカの航空母艦は、実任務、訓練、メンテナンスの大きく3つのサイクルを繰り返して運用されており、したがって常時実戦配備として稼働させているのは4隻程度であるというのが、実態に近い実動数だろう。こうしたローテーション体制を構築し終えていない中国海軍では、必然的に航空母艦が、未稼働状態に置かれるタイミングを避けることができず、今がまさにそうしたタイミングではないかと推察することもできる。ただ、こうした状況下にあって、中国海軍が2隻目の国産航空母艦として建造を進めている新型の003型も完成間近との情報も浮上してきており、アメリカの軍事系シンクタンク等からも、2022年初頭の進水が有力視されている。中国海軍の003型航空母艦が注目を集めているのは、これまでの遼寧や山東と異なり、スキージャンプ式の発艦方式ではなく、アメリカ海軍の大型原子力航空母艦のように、カタパルト射出の方式を採用している点にある。カタパルトを搭載した航空母艦は、2021年時点で保有運用されているのは、前述のように、アメリカ海軍の11隻の大型原子力航空母艦と、フランス海軍の原子力航空母艦、シャルル・ド・ゴール、1隻のみで、他には世界に存在していない。さらに、これらのアメリカ11隻、フランス1隻のカタパルトを装備する航空母艦の中でも、最新鋭のジェラルド、R、フォード級が、電磁式を採用しているのみで、他の10隻は従来通りの蒸気式だが、中国の003型は電磁式であると見られている。カタパルトの実装だけでも、技術的な難易度が高いとされている中で、これまで旧ソ連の形式の延長線上にあるスキージャンプ式の航空母艦と、それに対応した艦載用の戦闘機 SU-33 をベースとした J-15 しか、中国には運用経験がない。これまで中国が輸出用としてきた FC-31 ステルス戦闘機だが、同機をベースとした艦載機バージョンの飛行テストが行われているとの情報や画像も増加してきており、並行した艦載機の準備も進められていることは事実だろう。ただ、やはり、個人的には、あのアメリカ海軍ですら、ジェラルド、R、フォード級の電磁カタパルトの運用には、総投手を焼いていた事象があったため、すんなりと、中国の003型航空母艦が、来年進水したとしても、戦力化は、まだ先だと思える。そうした意味ではカタパルト式ではないが、海上自衛隊の護衛艦、出雲、加賀、を航空母艦化改修し、F-35 ライトニング2B 型を艦載機とする運用の方が、確実性は高いと見えていたが、ここに来て不安材料が発生した。すでに、多数の報道がなされているが、極東への派遣を終えて、イギリス本国への開港中だった、クイーン・エリザベスにおいて、
イギリス空軍の F-35 ライトニング 2B 型1機が11月17日に地中海に墜落したという事態だ。この F-35 ライトニング 2B 型はクイーン・エリザベスがイギリス空軍とアメリカ海兵隊の2つの飛行隊を艦載している点からどちらの所属の機体なのかも当初は不明だったが、どうやらイギリス空軍のもので間違いないらしい。イギリスの国防省は F-35 ライトニング 2B 型1機の墜落の事実は伝えていたものの、それが英米どちらの機体なのかには積極的には触れておらず、アメリカ海兵隊側の否定によってイギリス空軍の所属機だと消去法で確定した格好だ。今回は幸いなことに墜落した F-35 ライトニング 2B 型の操縦者1名は脱出して無事であり、地中海に没した機体の位置も確認されており、今はそのサルベージ作業が行われるまで現場付近の海域を英米両国が協力して警戒に当たっているという。